東京マルイスミス&ウェッソン M&P9 を紹介します。この銃はガスブローバックのエアガンで、対象年齢18歳以上用の銃になります。パッケージはこのような感じで入っています。持った感じはとても軽い感じがします。またグリップのこの部分が少し盛り上がっているので握りやすく感じます。またこの部分はラバーっぽいので、なんか手に吸い付くような感じがします。マガジンを入れて打ってみると、やっぱりそうですね、グリップ部分が重く感じますね。スライドの右側にはスミス&ウェッソンの刻印があります。スライドの左側には M&P の刻印があります。フレームの前には 20mm のレールが装備されており、タクティカルライト等の装着が可能です。この銃の特徴は、両側にサムセフティとスライドストップがあることです。こちら側にもサムセフティとスライドストップがあります。フロントサイトはシンプルなホワイトドットが入っています。リアサイトはよく見るとわずかにセレーションが切ってあり、ホワイトドットも2つあります。ホップアップの調整はこの中にあるダイヤルを回すことで調整できます。スライドの外し方について説明します。まずスライドを引いて、これを下に下げます。あとはこのようにしてスライドを外すことができます。サムセフティはこれでセーフティーオン、これでセーフティーオフになります。またグロックのようなトリガーセーフティーが内蔵されており、この部分を引けばトリガーが引けるのですが、上の部分を押してもトリガーが引けなくなっています。トリガーの感触について、普通に引くと少し樹脂をぐにゃりて曲げているような独特の感じがします。トリガーの遊びがこれぐらいあります。この後ちょっと重くなってから、ここでハンマーが落ちます。少しこの後に遊びがあります。ハンマーが落ちきるこのレッドオフという瞬間が少し長い気がします。ここら辺で重くなって、ここら辺まで少し重くなり、ここで初めて落ちます。なのでこれぐらいの量を引かないと打てなくなっています。トリガーのリセットについては、この位置まで戻すと次弾が打てます。グロック等に比べるとトリガーのトラベルが長い気がします。では早速打ってみて反動とかを確認してみたいと思います。打った感じは短く鋭いリコイルで、あんまりこうドガシャっていうような重い感じではないと思います。鋭く短いリコイルが来る感じがします。またスライドの動きも軽快で、速射とかはしやすい感じがしますね。今からジャパンスティールチャレンジのステージ、スモーカーのホープを打ってみます。スライドがちょっと低いんですよね。なので手に近いので、ハイグリップする感覚に近いものがすでに得られているので、とてもコントロールしやすく感じます。また銃自体、何でしょうね、すごくコンパクトな感じがして、振り回しやすいですし、銃自体も軽いので、こういったステージもすごく楽に感じますね。またサムセフティも1911のようにこのような感じで使えるので、私のようにガバメント慣れているシューターにはとても使いやすく感じます。いいですね。ジャパンスティールチャレンジのステージ、ペンデュラムを打ってみます。フロントサイトのブレードが割と細いので、小さい的とかも狙いやすく感じますね。トリガーも
まあ、ちょっとレッドオフが長いんですけど、長いけど安定して打ってますね。っていうのはやっぱりさっきと一緒なんですけど、スライドも割と小柄なので割とコントロールしやすい気がしますね。手の位置にサイドのラインが近いので、なんか打ちやすく感じます。今から M&P で APS カップのプレート競技っていうのを打ってみたいと思います。プレート競技は6メートルの距離から楕円形の的を3秒間に1発、それを15枚打ちます。本当だったら APS カップの認定銃じゃないと出ないんですけど、まあ、M&P テストっていうことでやってみたいと思います。結果は7枚っていうことになりました。ちょっとあんまり当たってないんですけど、ですね、トリガーを引く引き切りのレッドオフの長さがですね、ちょっと長いんですね。なんで片手で打つときにちょっとその辺コントロールはちょっと難しくて、ちょっと外れたのかなと思います。まあ、両手で打ったりするときはあまり気にならないかもしれないんですけど、片手の場合はちょっと気になるところがあるかなと思いました。あと慣れればもっと当たりますし、あとこの銃の差かもしれないんですけど、若干弾が左に行く気がするんですよね。なんでそういうことを合わせているうちになんか外れちゃいましたね。今から10メートル先の10センチの的と20メートル先にある 25×35 センチの的を打ってみたいと思います。まあ、ジャパンステージャンシーの的なんですけど、弾は 0.2 の丸いのベアリングバイオです。ほぼ当たりますね。20メートル先でもほぼバッチリですね。なんか球がちょっとたまにちょっと落ちるように見えたのもあるんですけど、もしかしたらちょっとまだ慣らしが足りないからかもしれないですね。東京アリーの M&P の打った後の感想を言いたいと思います。良かったですね。良かった点っていうのは、やっぱりスライドが低いんですよね。スライドが低いせいで手とサイトの位置が割と近くなって、こう一体感があるっていうやつなんですかね。素早く的を打ち尽くす時にもついてきやすい気がしましたね。あとコンパクトに感じるので、やっぱりコントロールしやすかったですね。重量が軽いっていうのもいい点かと思います。そのためにサバゲのサイドアームとかでとっさにね、こう狙って打つときとかもこいつだったらいいと思うんですけどね。やっぱり命中精度とか飛距離についても、まあ、今打った感じだと、まあ、大丈夫だと思いますので、まあ、その点も問題ないですし、サバゲのサイドアームにも結構いいかなと思います。あとこのグリップですね、これも結構気に入りましたね。ここら辺がちょっと真ん中が出っ張ってるんですけど、ここら辺も手に吸い付いて打ちやすい原因なのかなと思いました。悪い点っていうか、まあ気がついた点っていうのは、トリガーを打つとき、トリガーを引いて打つときにですね、こうレッドオフっていうんですか、こう引いてからグググってくるまでの時間がですね、ちょっと長いんですね。なんでその引き切りの時間が長かったので、ちょっと小さい的を片手で打つときとかはちょっとやりづらかったですね。でもまあ通常はそんなに気にならないと思うので、サバゲでサイドアームでバンバン打つ分にはとてもおすすめの一丁かなと思います。
以上簡単でしたが、スミス&ウェッソン M&P の紹介でした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。